クバントには1989年にプロトンロケットで打ち上げられたミール宇宙ステーションのモジュール。コアモジュールとクバント1に続く第3のモジュールでステーションの姿勢制御や生命維持システムを強化し観測、実験装置や船外活動のためのエアロックを追加した。クバントには TKS を元に設計され、 長さ13.73メートル、直径4.35メートルの円筒型をしていた。モジュール内部は船外活動用のエアロック、貨物区画、実験区画の3つに分かれており、貨物区画は機密ハッチで閉じることができたため、エアロックの予備として使うことができた。クバントに到着前は、船外活動はミールコアモジュールのドッキング用の濃度区画を減圧して行われていた。 また2枚の太陽電池パネルで6 9キロワットの電力を供給した。クバント2にはソ連版の有人機動ユニットともいえる、船外活動用のバックパック推進装置、アルゴン16バイトより物力が向上された新型コンピュータースリット5バイト、尿再生装置、クバント1についでの搭載となる、姿勢制御用の6機のジャイロダインは搭載され、ミール宇宙ステーションの機能、 性能強化が図られた。実験、観測装置としては、高解像度カメラ、分光系、X 線センサ、ーバルナに流体実験装置、潮類不可用のインキュアベーターマイナスにも、搭載されていた。1987年に打ち上げられた、クバント1モジュールは、クバント2と同様に、TKS を転用したものだった。ただ自然車において、 TKS 由来のモジュールは本体をステーションに送り届けた後に分離、廃棄されたのに対し、クバントニではそのままステーションの一部として使用する設計になっていた。クバントニは1989年11月26日にバイコヌール宇宙基地からプロトンによって打ち上げられた。当初は12月2日にミールとドッキングする計画だったが、技術的問題のため12月6日まで遅れた。 クバントにはコアモジュールの5つのドッキングポートのうち軸線上のポートに結合していたが2日後にアームを用いて側面を向いたポートに移された。クバントには2001年3月23日に他のミールのモジュールと共に大気圏に再突入し廃棄された。ありがとうございます。